はい、こんばんは、山岩と申します。まあ、今日はね、4つ目で撮ってますけど、まあ、ちょっと速報みたいな形でね、出してると思います。何かというと、まあ、タイトルにある通りですね、瀬戸は白陽、今、蔦屋四日市店っていう名前でしたっけ。ね、あそこがついに3月いっぱいで閉店しちゃいますというのがね、ニュースで流れてきてたんで、あ、ちょっと、これは一応動画にしとこうかなというところでございますね。まあ、詳しくはね、後々、ここのフリートークのところで語ってきますけど、まあ、ね、昔ですけどね、もう20年以上前、20年前か、ね、になりますけど、バイトでね、大学時代にバイトで働いてたこともある。ちょうどその店舗のところがね、なくなっちゃうということなんでね、あ、ちょっと思い出話でもしながら、まあ、概要とね、どういう感じなのかという概要と、まあ、ちょっと思い出話なんかもしながらね、進めていけたらなと思っております。で、ちょっとね、記事の方をね、見てみましょうかね。はい、ってことでね、記事を見ていきましょう。ゆう四日市さんのところの記事で出てましたというところですね。リンク、また概要欄にリンク貼っておきますので、そちらから見てもらうと、写真とかもありますんでね、ぜひそちらもちょっとチェックしていただきたいんですけど、記事の方を読んでみましょう。瀬戸は白陽から45年の歴史に幕、蔦屋四日市店が3月末で閉店へということですね。思い出がいっぱいありがとう。これもまず、タイトル、サブタイトルの方になってますけどね。で、四日市市、1978年、瀬戸は白陽として開店し、現在は、蔦屋を四日市店として営業する同店が、3月31日金曜日、今年の3月31日ですね。で、閉店することとなった。書籍や雑誌、レンタル、ゲームなどを取り扱い、多くの人の思い出に残る中、45年の歴史に幕を閉じるということで、まあ、長い歴史がありましたよ。まあ、私がね、もう、生まれた時にはもうあったという歴史ですからね。で、3月31日に閉店する、あ、これは写真のところの概要ですね。で、同店が入る建物は老朽化が進み、建て替えることになったことから撤退することとなった。開店当初はロードサイドの大型書店は珍しく、同業者からも注目を集めるほど、運営会社の、株式会社白陽が、株式会社イマジンと2001年に業務提携し、現在はイマジン白陽の社名で運営する。以前は、現在の店舗西側に2階建ての別館を構え、ゲーム販売や CD、DVD のレンタル事業も展開していたこともありましたね、そんなことが。で、専門書なども多く取り扱い、幅広いニーズに応えてきた。ブームとなったゲーム機やソフトなども販売。発売当初に社会現象を伴ったドラゴンクエスト3やプレイステーションなども扱い、白陽に行けばあると、幅広い世代が目当てのものを求め、店へ足を運んできたと。ですね。で、子供の頃から大好きってなってまして、1月16日、店内のパネルや店の SNS サイトで閉店のことを発表と。結構前に発表あったんですね。ちょっと私、ちょっと情報仕入れの方が遅かったんですけど。で、告知を見て、そうなんですかと驚く人も。子供の頃から通っていた市内の40代女性は、子供になっても大人になっても通っていました。寂しいですが、ここで手に取った本がきっかけで本当にたくさんの思い出がありますと話す。親子で今も通う40代の男性は、何かあればフラッと立ち寄り、趣味や仕事、子供へのプレゼント、いろんなシーンが浮かんでくると語る。2020年、新型コロナの感染拡大により、時間短縮営業などの対応もしたが、おうち時間を過ごすため、コミックや参考書などを買い求める人が多くなったことも。映画も大ヒットした、鬼滅の刃の関連商品も、好調な売れ行きだったよ、そうだ。店長の、川端店長やってんだ。川端店長なんだ。川端店長は、閉店は、本当に、ご利用いただいてきた、お客様に申し訳ない気持ち、長きにわたってご愛顧いただき、本当に感謝ですと話していた。レンタルの貸し出しは2月21日で終了。現在の営業時間は午前9時から午後10時まで。そう、時間ちょっと短くなってるんですよね。近隣店舗には、蔦屋笹川店があり、会員証は利用できる。蔦屋の会員証のことかな。で、道路を挟んで東側の文具館は継続して営業するということですね。このあたりもちょっとね、詳しく、説明しておこうと思います。ゆう四日市では、紙面企画、おすすめ本の執筆を、2008年から同店以来。ゆうさんってこのあたりでフリーペーパー配ってるんですよ。フリー冊子配っとってね。それにいつも、載ってましたね。で、ジャンル別の紹介が好評だということでですね。ということでございます。
ですので、まあ、ついに3月末、ですので、まあ、あと1ヶ月ちょいから、この動画は多分24日に上がると思うんで、まあ、1ヶ月ちょいということなんでね、気になる方はぜひ最後、足を運んでいただきたいなと思いますし、まあ、私もね、ちょっと最近、そう、こっちの四日市店の方は行けてなかったんだよな。もうね、いやー、それ結構行ってないな。最近、なんだろう、最後に行ったのなんだろうな。天才の講義で、哲也さんの放送会で、哲也さんの本、あれも、あ、そうだ、あっちだ、笹川の方で買ってんだよな。そう、笹川の方が近いんで、結局笹川の方使っちゃうんですよね。まあ、大体あっちでことくたえちゃいますんでね。そう、だからね、結構ね、白陽の、四日市店、柴田の方がね、なかなか行かなくなっちゃってたんで、久しぶりに入ってきたニュースがこれだったんでね、ああ、そうか、そうか、ということでございます。場所はね、まあ、四日市の方だとか、まあ、三重県の北中西地域の人だったら、大体場所を知ってるんじゃないかなっていうところですね。まあ、もともと瀬戸は白陽ってなっとって、今もね、看板は瀬戸は白陽っていう、看板が出てるんで、残ってるんで、瀬戸は白陽って名前で全然通ってますけど、近鉄四日市駅からですとね、中心地があって、で、もともとあっちの中心地の近くの諏訪境一番街とかにもね、店舗があって、そこが元々の本店だったんですけどね、そこはもう私が大学4年の時だから、2005年の夏に亡くなってんのかな？っていうぐらいですね。2006年の時はもう一宮に行ったんだからな。で、いうところなんですけど、その、近鉄百貨、近鉄四日市駅、まあ JR でもいいんですけど、あそこら辺からドーンと出てる中央通りっていう広い道がありますね。それが、ずーっと西側に進んでいくとドーン付きのところがあるんですよ。ドーンって、その、80メートルぐらいある道路がプツンと切れるところがあって、そのちょうどプツンってなったところの先のところにあるのが、この首都は白陽ですね。まあ、ですからその郊外型なんですけど、四日市の市街地から別に歩いて行けることもないぐらいの距離ですね。バス停で言うと1個分かな。1個分か2つ分ぐらいのところの距離なんで、そんなに歩いてないっていうところなんですよね。地図出した方がいいかな。地図出しまして、このあたりですよと。ここが近鉄四日市駅で、ここが中央通りがあって、ストーンといったところにあるということで、まあ、非常にわかりやすいところですね。市民、文化会館とかがね、あったり、するところ。文化会館、どうだろう。あ、あれだ。東海オンエアさんがイベントやったところがここだ。文化会館の第一ホールだから、このちょうど収支のついてるところで、四日市のイベントやってましたね。だから、時に来ていただいている方なら、ああ、なんか、ツタヤあったなって、多分、駐車場とかがこっちからで、ね、ちょっとですけど、まあ、すぐ近くで、ローソンとかも近くにあるんで、こっちとか行くときに、寄ったりすることになるかなというところなんでね、結構、目に入った方も多いんじゃないかな。ここのところにありますと。いうところですね。特徴としてはね、実はすごく近くに図書館があって、まあ、ここもなんか移転の話が出てますけどね、ちょっとどうなのかわかりませんけど、もうここもだいぶ老朽化してるんでね、あれなんですけど、ここもね、その、蔦屋ができてからは、だいぶ経ってますね。この建物自体は、マンション自体は、マンションがあって、そこの1階、2階のところに入ってるんですよね。1階はもう全フロアが、本屋さんになっとって、2階は一部ですね。一部がなっておるという形です。今もそうなのかな？ちょっと形変わってるかもしれませんけどね。ちょっとね、ここを魔改造したんですよね。一昔前に。それまであれなんですけど。で、ちなみにここが閉店しますって言ってるところで、で昔はね、ここの、パナソニックエイジフリーケアセンターってなってる。ここのところも、店舗だったんですよね。ここに、書籍館って呼んでました。会社の人はね、書籍館って呼んでて、ここは AV 館って呼んでて、まあ、AV 館って名前のところがあったんですよ。あ、ちなみに、オーディオビジュアルの略らしいです。オーディオビジュアルの、店舗っていうので、AV 館って名前だったらしいですよ、ということです。ちなみに、ツタヤが入ってたんで、まあ、AV もあったっちゃあったんですけどね。まあ、そんなことは置いといて、ゲフンゲフン。で、隣に、瀬戸は白陽文庫館ってのがあります。ここは実は今も瀬戸は白陽の名前が正式に残ってるんですよ。で、ここの瀬戸は白陽文庫館は残りますということですね。
文房具だけで2階建ての店舗があって、昔はだから全盛期はここに本だけで2階建ての店舗があって、で、さらに、ここのところにね、レンタルと CD、DVD とかゲームの店舗があるっていうような規模だったんです。で、ここのところはもう全部閉鎖して、今はここのね、つたや四日市店っていう形にして集約して、1階が、本で、2階が、まあ、レンタルとか CD とかメインですよっていう感じの作りになってたんですけど、まあ、そうですね。ゲームとかもそうか、2階に置いてあったかな、今は。っていうことですね。ちょっとまあ、売り場変更は、まあ、何せ45年もあるんで、いろいろと変更がありましたんで、そのあたりもちょっとね、思い出話なんかもしながらやっていきたいなと思いますけど、こういうふうにやってますというところですね。で、一応、あ、そうか、もう思い出話語る前に豆知識の方前にしたか。豆知識として、ね、ちなみに瀬戸は白陽って、あまり知られてないと思うんですけど、まあ一応、昔働いてたんでね、ちらっと調べたことがあって、瀬戸はっていうのは、ちなみに何かというと、この時で、シェトワって、フランス語、フランス語になった時、フランス語ね、フランス語で、お城って意味ですね。キャッスル、英語で言うところで、キャッスルに当たる言葉が、シェトワってなって。ちなみに、読み方変えるとこれ、シャトーですね。よくたまに、アパートとかマンションで、シャトー何々ってあるじゃないですか。あのシャトーと全く一緒の意味と思ってもらったりです。フランス語に正しくやると、これ、シャトーは。ってなるんで、ボに続くんで、ボアになるんで、で、シェトワっていう風な表記になってますってことですね。ちなみに、白楊の方なんですけど、これよく間違えがちなんですけど、白楊の楊の字ですね。これね、結構この木偏の楊を使ってしまう方が多いんですよ。実は、ここのお店の白楊の楊は、この用の字ですね。手編の方の用ですね。ですから、用スコーとかの用かなっていうふうになってきました形ですね。まあ、これ結構いつも苦労してましたね。よく専門書コーナーでやってると、漢字の説明を、頑張って、後ろで、社員さんがやってたなって、電話で注文とかね、いろいろとわわわわやっとるときにね、用の字は、用スコーの用ですとかっていうような感じで言ったりとかしてね、手編のやつでっていうようなことを言われて、なかなかね、普通に変換すると白楊って言うと、こっちの白楊で、あることはあるんですよ。この白楊っていうのもあって。学校名とか結構そういうのでも使われてるところは、こっちの地平の方が多かったりするんでね。あれなんですけど、ちなみになんでこっちの楊を使ってるかというと、故事成語になるのかな？高等白楊という、四字熟語があって、これに由来してるということです。詳しくはね、昔、社訓とかがガーって書いてあるやつがね、後ろ側にか、あの、控え室のところにあったんですよね。そこのところにこの高等白楊って言葉が書いてあって、細かい意味わーって書いてあったんですけど、さすがにちょっともう覚えてなくてね、今もあるのかな？もう会社合併しちゃってね、今、イマジン白楊っていう名前になっちゃったんで、そのあたりのとか残ってるのかわかりませんけど、あとで、高等白楊という言葉がありますということで、ちなみに、これ高等白楊って、どういうような意味になってくるかというと、この幸ですね、頭の方に来る幸が、幸運とかそういうような意味合いのところになってきて、で、白が清らかさとか調和をもたらすというような、ことに、意味合いになってくる。そのあたりから、その白楊って名前の由来になっているらしいです。ちなみにこの高等白楊っていうのは、一応調べておったら、元朝の軍旗としても使われとったよっていうことがあったらしいです。その時は上がなんか赤色で下が白色の旗だったらしいんですけど、すいません。ちょっとこのあたりね、頑張ってちょっと調べてみたんですけど、データが、ちょっとちゃんとした画像データみたいなやつが、取れなかったんでね、ちょっとそのあたりはちょっとはっきりとわからないです。詳しい人、エビデンスデータとかなんか持ってる方いらっしゃったらリンク貼っといてもらったらちょっと私もチェックしますんで、ちょっとそのあたりは、一応こういうことらしいです。ちょっとすいません。うろ覚えの知識にいろいろと調べて、出てきたデータをちょっと切り貼りしてるんで、あまり正しくないかもしれないけど、まあ、このあたりとかもちょっと詳しい人いらっしゃったらね、ぜひ、ちょっと教えて、コメント欄で、ね、教えていただきたいなと思います。で、今は、実は白楊文具館は、別会社になってます。アイテムっていう会社なんですよね。蔦屋四日市店の方は、イマジン白楊っていう、
名前の会社になっておって、これももともとイマジンっていう愛知の方にね、春日井だったっけ、あっちの方にイマジンっていう会社がありまして、で、白洋は白洋でもともと三重県で本屋さんを展開してました。前世紀は結構あちこち小型店舗いっぱいあったんですよね。私が覚えてるだけでも大湯畑のところにもあったし、稲部とかあっちの方にもあったよな。うん、とか。あちこち、イクワにもあった。イクワどこにあったんだっけ？イクワの白洋ってどっかにあったよな。イクワの白洋。いや、あのね、うちが大学2年ぐらいの時まであったんだもん。で、あそこ閉店して、あ、そうだそうだ、それでスタッフさんがこっちにやってきてとかあったんだから。うん。そう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 。あれ、どこだったっけなぁ。あれかマックスバリューの敷地の中だったっけ、あれ思い出せん。あ、結構怖いな。廊下って怖いな。思い出せんくなってますね。うん。まあ、あったんですよ。うん。とか、あちこちにね、店舗、三重県中に結構あちこちに店舗出してたんですけど、もう、今はだいぶ店舗数、白洋としてのブランドが残ってるところってどこあるんだろう。旧白洋の店舗だと、まあ、伊勢とかあっちの方は後から出したのがあるんで、あと、は、三所か。三所かどっか、あそこにありません。鈴鹿にありますよね、あなたに。あったりだとか、ぐらいかな。白洋ブランドのところだったところっていうと、桑名とかはもう、桑名も残ってる？桑名残ってるか。あれ、残ってないか。まあ、それぐらいですよね。うん。っていうところですね。桑名のジャパレーの近くのところだよね。うん。っていう感じになってます。まあ、会社としてはそのイマジンさんとくっついて、愛知のところとかも一緒の会社になってるんでね、あれなんですけど。で、その子の人だときに、実はこれちょうど別会社になったとき私働いてたんですよね。実はね、このときね、非常にややこしくてね、分社化をして、それが、また、イマジン白洋に統合されてとかっていうのが、わたわたわたってしとった時期だったんで、流れとしては、もともと一緒の会社だったんです。入ったとか全部一緒の会社だったんですけど。で、分社化の準備をしておって、で、なんだったっけな。白洋は白洋にまで残ってたんですよ。残ってて、で、そっから、文具館がアイテムっていう会社になったんですね。これも文具館だけ独立した会社になって、一つの店舗になって、っていうことで。まあ、もともと分かれてたんですけど。で、場所は全然変わってないですけど。で、この時に、確か一回、AV 館、その、前、先に撮ったね、その、オーディオビジュアル、レンタル、伝えのレンタルとかやってたりとか、やってたところの店舗のところが、なんだったっけ？アンビシャスだったっけな。ああ、それアンビシャスだ。アンビシャスっていう別会社扱いになったんですよ。だからあれ、一時期、同じシェトは白洋って名前でも、書籍館と AV 館と文具館で、三つ別の会社になってた時期があったんですよね。うん。で、なんだっけ、アンビシャスが、桑名の白洋と AV 館がアンビシャスとしてなんか独立してとか、なんかそんな時期があったよな。うん。そう、なんで覚えてるかっていうと、伝票、移動伝票がくっそ大変で、ああ、これ何点か、だから、今まではずっとね、一緒のね、同じ社内の伝票なんで、そこの何々点っていうところにチェック入れて、書いて、移動伝票、はいはいはいって感じだったのが、うん。うん、待て、ここは、これはどっちだ、どっちだ、どっちだ、どこだっけとかっていうのがね、非常に複雑になってた、ちょうどそんな時期だったんですよね。それが、最終的にはドンと落ち込んで、イマジン白洋って会社に、まとまることになって、まあ、それで、まあ、一段落したんですけど、アイテムさんだけはそのまま、独立したまんまになってたんですよね、確か。うん。だいうような感じでした。ちなみに、ですけど、文具館と、今ある4日時点で、広告は別です。実はね、柴田なんですよ。この四日市、本屋さん、本とかあるこのメインの建物の方は柴田。柴田二丁目かな一丁目。柴田一丁目かなそこだと。一丁目か。で、二丁目かで、一丁目か。うん。で、
AV 館があったところも同じ柴田だったんですけど、実はね、道挟んで向こう側が安島っていう風になってて、文具館は安島なんですよね。ですので、まあ、四日市市民の人ならピンとくると思うんですけど、柴田は時中なんですけど、安島になると中部中のエリアになってくるんで、実は、学校の校区が分かれるっていうね、あそこを挟んだだけで、っていう、ちょうどその境目のところにあったりしますと、いうところなんですけど、まあ、普通に使う分にはそんなにね、影響ないんですけどね、そう、うちらがね、あれだったんですよ。中学校の時にね、本屋さんの方はね、校区内だから行ってよかったんですけど、文具館の方が校区外だから、そっちは校区外なので、勝手に入ってはいけませんみたいな、なんかそんなルールがあったりとかして、ややこしいっていうか、ノートとか買いに行くの買えないなっていう、そういうのとかがあったりしてね、っていうのが、あったな、なんてことを思い出しました。っていうぐらいかな、っていうところですね。まあ、まあ、知識としてはこんなところかなというところですね。まあ、あとは思い出話でもしてみましょうか。今日に限ってね、口の中噛んじゃってね、めちゃくちゃロレット悪いんでね、今日になってるのがあれなんですけど、思い出としてはね、思い出すだけはこんな感じですね。ざっとはね、で、まあ、1989年頃、一番記憶の古いところで思い出として残っているところだと、1989年ぐらいまでが限界ですね。ね、確かこの頃に、なんかね、図鑑を買ってもらった。まだ私が小1とか小2とかの時に、なんか図鑑を買ってもらうっていうのがあって、なんか初めて、図書券とか、図書カードとか、図書カードだったっけな。違う、図書カードは、また別の時だ。図書券、この時は図書券だったと思う。で、なんか図鑑を買う、それで図鑑を買うっていう、図鑑セットみたいなのね、まあ小学生なんでね、買って、なんかそういう見てたなっていうのがあります。で、なんか、これ、多分私より上の方だったら結構詳しく覚えてると思うんですけど、確かね、この当時って2階にレストランがあった気がするんだよな。今の2階のエントランスのところらへん、お手洗いとかあって、あの先のところに、確かなんか、レストランみたいなのがあった記憶があって、なんか1階だけそこで食べたような記憶あんだよな。ただもう曖昧。もう、うちがちゃんと行くようになった頃にはもうなかったです。で、ちゃんと行くようになったって、っていうのが、まあ、この1992年ぐらいかな。この頃、でもこの頃はまだそんなにちゃんと言ってない。親に連れてってもらってってところなんですよ。これ引っ越す前なんですよね。で、初めて CD を買いましたねって。ザードの、揺れる思いでしたね。懐かしいなっていうのを思い出しました。これ初めて買ったのもここでしたね。この時はちょうど今の、店舗形態にちょっと似てるような感じで、2階に CD ショップがあった頃ですね。同じ建物の2階、今の建物の2階にあって。だから今の形に近かっていいじゃ近いです。で、ここから、1995年頃に初めて CD レンタルをした。グローブでしたね。なんだろう、ワンダリンデスティニーかな。デパーチャーズだったかな。あの辺りのやつですね。の CD を、レンタルしてダビングしてて、だからとね、1995年なんでかっていうと、この時に私が時章に引っ越してきてるんですよ。それまで大谷台の方にいたんですよね。あっちの方にいたんで、まあちょっとね、チャリンコでピャッと行ける場所じゃなかったわけですよね、ここが。なんですけど、それが1995年に、うちが時章の、ここに引っ越してきてね。で、引っ越してきたのも、もう、本当に結構すぐ近くの方だったんで、この瀬戸白洋からね、近くのところだったんで、ですのでね、この頃から結構、まあ、この校区内ですね、比較的、行きやすくなったというところなんですよ。で、結構、ちょいちょいと、何か本を買うとかっていうと、もうここに行くようになったっていうのは、この頃からですね、1995年から、本格的に自分で使うようになった。まあ、チャリンコで行ける距離になるねっていうことですね。で、1995年グローブの CD とか借りたりしたなーっていう記憶がいます。けど、これは何だったっけな。
多分、自分、親父と、確か、親と行って、親のカードで借りてもらって、まあ、レンタル代は自分の小遣いから出してみたいな感じだったと思います。自分でカードを作ったのはもっと後ですんでね。うん。で、1998年に、これが結構思い出深いですね。仮店舗でゆずの夏色を買う。これがね、実はこれ一緒に買いに行ったメンバーが、実は、スターセール。まだこれスターセールができる前なんですけど、1998年なんでね。中2かな？中 3？ 99、2000年の時に大学、高2だったんだから、中3か、中3だ。でね、この頃に夏色を買いに行ったんですよ。で、これがね、もう覚えてる人いるかな？仮店舗の方に買いに行ったんですよ。ちょうど。それでちょっと覚えてるんですけど、夏色が出て、柚子が出てきて、これ柚子やべえぞってなって、うん。これを買うかねって言って、買いに行こうと思ったんですけど、ちょうどその時に、もうなくなっちゃった、AV 館っていう、オーディオビジュアルの、レンタルとか、ツタヤの専門店みたいなのが、横に併設するのを作るってなった時に、できるまでの間、今、どこだったっけな？あそこからね、ずっと南に下ってたところで、今何があるところだ？寿司まんまんとかあるじゃないですか。寿司まんまんから、出光があるでしょ？あのね、出光のあたり。あのあたりに仮店舗があったんですよ。どこだったっけな？あって、そこに買いに行って、ゆずの夏色を買って、ね、友達と買ったなっていうのが、これが記憶にありますね。そのお友達が、初期の時に結構査定設定だってもらったりとか、してた、やつですね。後に、まあ、中学も一緒で部活、中学からずっと部活一緒での、まあ、馴染みのやつなんですけど、まあ、高校時代の方がエピソード多いか。まあ、でも、こいつは中学も部活が一緒だったから、で、高校が一緒に、あれやってたんで、生徒会やってて、あれしてたんで、まあまあまあ、ずーっと、ですか、中学、高校とずーっと、顔をね、合わせて、仲良かったやつなんでね、大学はね、非常にいい大学に行ったんで、どっかで行ったことあったっけ？まあ、言ったことあったっけ？まあまあいいや、それ以上言うと、もう特定できるか、俺の周りの逃げたらあいつだろってもう分かってると思いますけどね、非常にいい大学ですね。お世辞にもそんな、こんな、うちの大学なんてって、いうのはお世辞にも使えねえだろうっていうぐらいには、まあ、いい大学ですね。に行ってた、やつと一緒に買いに行ったな、ということですね。懐かしいな。そう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 。そんなことをやってた。当時、だから、ゆずのオールナイトニッポン R が、こっちの方でネット放送がなかったんですよ。東海ラジオとかになかったんで、日本放送のラジオをなんとか拾うぞって言って、二人でいろんな趣向を凝らしてましたけどね。うちも、AM ラジオのあれを、あそこから拾いやんかなって言って、あれですね。共同アンテナ、マンションの共同アンテナが一番高くにあるから、ここだったら一番拾えるじゃないかって、そこから AM のラジオを拾えるようにいろいろと配線をいろいろカチカチやってるとか。なんかありまして、それを、グリ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 って、自分のラジオのやつに巻きつけたりして、いけるか？無理とかやってましたね。懐かしいな。そんなこととかやってた。時代があった。そう、ゆず聞いてたな。この頃は、一番聞いたな、ゆずは。っていうのがあって。で、そんな、こんなしとったら、ちょうど AV 館ができて、3店舗体制になったな、っていうところですね。で、それからほどなくして、まあ、高校時代とかも、まあ、もう普通に、バンバンが買いに行きましたね。特に高校入って文芸部になってから、本格的に漫画をね、読み始めて、で、少女漫画が大好きになっていく、時期なんですけど、本格的に読み始めるのは中2、あれでも1998年、この頃には一応読み始めてたか。赤僕とか、そのあたり読み始めて、赤僕、まっすぐに行こうとかね、別間の、で雇った、キラ先生の、まっすぐに行こうとか。あのあたりとかで、どっぷりとハマり出して、で、2000年、ちょうどこのサークル、スターセール、の前身のね、プレゼントとか作り出した、
このぐらいにガガガガッと読み始めるようになって、がっつり読み始めるようになって、まあ文芸部だったらね、周りも女子ばっかしなんでね、必然的に、漫画面白いよとか、あと、フルバンめちゃくちゃおもろいでとか。当時で、あれですね、フルーツバスケットが始まった時の衝撃がすごかったです。ちょっと待って、これはやばいぞと。これいいぞとなって。だから、あれが始まる前っていうと、フルバが始まる前っていうと、なんだ、花夢の方は、中川まりも先生が、赤僕が、あれかな？筆頭候補だったかな？で、ララの方は金カノか。金カノが強かったよな。とかっていうような時代ですよね。っていう時に、あとは、あなたで言うと、羊の涙を持った後だもんな、日高万治先生の。あたりとかかな？で、いうような感じ。パタリドはやってましたけどね。っていうのがあったりして。で、なんだったっけ。で、2002年から、すせっかんで、バイトをするようになります。で、大学に4年間ね、ずっとやってましたね、ここで。で、この頃に、文社がどうの講座とかもあったし、実はね、白洋って、旧店舗にプラスアルファして、実は増床してるんですよね。その時に結構魔改造いろいろやって投資をしてるんで、魔改造の後がね、これね、個人の家なのところなんで、まあ、こっちのやつで見れる範囲で、ちょっと見てみましょうか。これね、表から見るとわかりにくいんですけどね。よいしょ。あ、これちなみにこれが文具館で、この道挟んでこっち側ね。ここが校区の境目なんですよね。で、こんな感じで、今もね、こんな感じで人を吐くようになってます。で、店名もね、スタイルになってますからね。こんな感じで上がレンタルになっとってっていう、昔のスタイルに戻ったっちゃ戻ったなんですけどね。で、こんな感じになっておって、ここがね、階段ができて上に上がれるようになってるんですけど、実は、あれなんですよね。ここもね、面白い逸話があって、そこを増床したところがこっちの裏側にあるんですけど、よいしょ。ちょうど工事中のところで見にくいかな。これだとめちゃくちゃわかりにくいかな。ここのところでね、実は、ここのマンションがあるんですけど、このマンションのところだけだったんですけど、実は、こっち側のところにね、ちょっとね、一部増床してね、ボコボコって増やしたところがあるんですよ。これはちょっとわかりにくいな。ちょうど工事中のところがあれなんですけど、こっち側のところがね、実は、もともとマンションだけで隔てたかったところに、ボコボコって L 字型だった形のところに、テトリスの四角い、4つの四角いやつ、正方形のやつをバカッとはめ込んだみたいに、ボコンってはめ込んで、んで、マンションの壁くり抜いて、バチバチって、くっつけて、やってたっていう感じになってるんですよ。なんで、あれなんですよね。なんかネジの構造がちょっと、あれになってるじゃないか。今レンタルコーナーから、今レンタルコーナーになってるところの、奥っちょのゲームコーナー、販売とあれで分かれてると思うんですけど、なんかすっげえ壁がいっぱいあると思うんですけど、あれ別の建物なんですよね。別の建物で、ボコボコってなってますと、というところなんですね。で、いうのがあって、だからあの裏側なんて、もともとは、部屋でしたもんね。マンションの部屋だったところとかも、昔デュエルスペースとかで使ってたところとか、実はあれ、マンション一室だったんですよね。なんなら、あそこが、ん？ガチャン開けて、裏口からの、もともとそうだ、休憩所に使ってたところはそこか。デュエルスペースだったところとかね。まあ今、デュエルスペースはないんだったっけな、とかになってると思いますけど。っていうような感じになってたりとか。いうのがあったりします。懐かしいな。こんな感じで。で、ここの、今、フリー経営になってる、ここのところがもともと、ここだけレンタルショップとか、ゲームとか CD の販売とかだけを、DVD とかの販売とかだけやってましたよっていうところがあったっていうね。そう考えると相当なでかい規模でしたよね。で、本だけでここの単体使ってましたからね。で、2階が専門書コーナーで、まあ私は結構そっちの方のが、
肌に合って、結構専門書コーナーで、手つき作業で、茶をね、くるくるくるって紐縛りながら、はいはいはい、今日茶をね、今回はリボンね、はいはいはい、付録が大変なんでね、それをわーってやって、何やジャンプとかそんなのやってなかったかって、週末の学生バイトだったんで、あんまジャンプって月曜日に入ってくるんで、月曜日にね、みんなでわーって巻くやつなんで、逆に、そんなに、それに焦ることはなかったんですよ。3連休の時は、土曜日発売になるもんで、行ったら、ドーンって、ジャンプが、あーなんか3連休かーって言って、うりゃ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 とかってやってましたね。っていうような感じの記憶があるなーっていうところ、懐かしいな、うん。で、今、この袋ですね。この上にね、瀬戸枠。これもそのまま残ってますもんね。うん。瀬戸枠用の流れがね。そう。でもそう、マンション自体がもう築40年以上経ってますからね。そう。結構老朽化してますからね。そう。そんな感じでいろいろと、まあ、改造あったなーとかね。あとはね、ここの出口のところがね、初見殺しっていう。こっちが入り口で、こっちがコインパーキングのね、出口になっとって。まあ、昔からここ、コインパーキング形式になってるんですけど、これなんでこれになってるかっていうと、結構、元も子もない理由で、これね、コインパーキングにしておかないと、近鉄四日市じゃなくて、このね、文化会館とかの人がね、ボカボカ止めちゃってね、駐車場満車やのに、お客さんが人っ子いねえぞ、どういうこっちゃね、おーいっていう。ことに、本当なりかねんというか、なってます。なりかねておったもんで、っていうのはありますよね。うん。そう。昔からそれはありましたね。うん。っていうのがあったりしますね、っていうところです。そう。こっちの建物とか、この表側のところはそんなね、あれだったんですけどね。この奥のところ、ここら辺にレジがあって、レジのところからの奥のところら辺に、ね、この、あたりのコーナー、今絵本コーナーになってるかな、うん、とかのところら辺とかが、追加でね、作られたところだったりするんですけどね。で、そう、その時にのエピソードで、その時に実はここの上、外階段が、設置されたんですよね。で、もともとはこれ中に階段があったんですよ。中に階段があったところを閉鎖して、外に階段作ったんですけど、このやつがね、これどこまで本とか知らないんだけど、聞いた噂はね、なんでこれわざわざ外に作ったんやろって聞いたら、なんか、消防法の兼ね合いで、結構残念って言ったらあれなんですけど、これ、要は40年前に作ったじゃないですか。で、新しくその増床してオープンした時に、なんか新築オープンの、扱いになったのかな？うん、その増床面積が大きかったもんで、で、新しく建物をぶっ立てて、それを、スケルトンにぶっ立ててつなげてるんで、売り場全体としては新しい建物が入ってるから新築扱いみたいな感じになったはずなんですよ。で、そうすると、40年前の消防法じゃなくて、当然その改装オープンした時に、現行法の消防法にて、あの、合ってないといけない。で、現行法の消防法だと、この内側の屋内にある階段の幅面積、横幅が何メートル以上？ 70 メートル以上だったかな。昔は70メートル以上だったのが、今110メートル以上だったかにな、あ、70センチか、70センチ以上から、新しい法律が110センチになっておったと。なので、消防法の規制を満たしてませんってなって、じゃあ、この階段は、ダメですよねってなって、それで、じゃあどうしたらいいのかって言ったら、屋外だったら70ミリの規定が残っとった。ここ110ミリのやつ、つけれないよねってなって、どうするどうするってなって、110ミリだよね。110センチか。うん。で、なんか、屋外だったら70センチでいいらしいんです。なんかさ、煙が逃げる逃げないとか、そういうのがあるんだと思うんですけど、屋外だったら70センチでいいとかっていうので、結局ここに、階段、屋外に階段を作ることになったってことですね。で、なんならその時の階段幅が、実はここの屋内にあった階段よりも、こっちの方のが幅が狭いんで、
なんでわざわざここに作るんやろって思ってたんですよね。なんでわざわざ作る？で、しかも、なんなら内側のこっちの広い方のね、室内のやつを、わざわざ南京錠に鍵かけてってやるっていうもんで、なんで、別に二つ開けときゃいいのにな、言っとったら、いや、実はこっちはその消防法に引っかかって使用禁止になってしまって、外側の、ところでないとダメみたいなことになった、みたいなので、結局、外側だけ使うってことやって。まあ、でも結局、両方あった方が、まあ、そりゃ、避難経路多い方がいいよね、みたいなことになって、結局解放したりしたのかな。今どうなってるのかな。そのあたりもね、まあ、ちょっとね、やっぱ気になるんでね、うん。一回行きたいなとは思うんですけどね。うん。まあ、さすがに3月いっぱいなので、どっかで行くタイミングが作れると思うので、まあ、できれば今週末にでも行ってね、また、次のところでね、そのあたりの説明もしたいなと思うんですけど。っていうところは変かな。うん。まあ、そんな感じになってますっていうところですね。懐かしいな。ここでそうだな。ドーンとシート吐くようになってて。この看板はね、昔からのまんまなんでね、あれだと思いますけど。ね、このあたりとかも、まあ、だから、よう言ってます。まあ、もう今もね、そんな話してないんで。まあ、あれですけど。配達でも配ってましたからね。うん。私が働いてた時は、こっちのローソンが、あ、ここはできたか。途中でできたんだ。で、昔はだから、あれだもんな。あっち買いに行ってたな。ここのね、今、スキヤがあって、スキヤの横に、ん？空き地がありますけど、ここのところに、ココストアがあったんですよね。うん。そう。ここ一番前は、ここ一の横にココストアがあるっていう、なかなか面白い並びのところでね。うん。ここのココストアに、よく、買いに行ってたな、昼飯買いに行ってたな、とかっていう思い出があったりしますね。その時はまだ付き合いなかったんじゃないかな。途中で付き合いができたんじゃなかったっけな。うん。確かそれぐらいのタイミングだったよね。うん、っていう感じでしたね。ああ、懐かしいな、なんてことを思いながら。まあまあ、景色自体は、全然見慣れてる景色なんでね、あれなんだけど、いや、結局なんやかんやで行ってなかったんでね、まあ、ちょうどいい機会ですし、まあちょっと欲しい本もあるってあるんで、うん、そういう書いてない本とかもあったんでね。うん、まあちょっと節約して、まあ今回は買わずに行こうかなとも思ってたんですけど、まあせっかく機会だったらね、買ってくても手やだし。なんならちょっと、本を買う企画みたいなのもね、やってもいいですからね。うん。まあちょっと、今週末にでも行ってこようかなと思いますと。いうところらへんかな。まあ、こんなところですね。まあ、そういう感じで、3月いっぱいで、返店になってしまうということなので、あとは、でも店長変わってないのか。その増床した時に店長が変わったんですよね。ああ、その時の店長が、それもずっと残ってたのかな？移動線と。だとしたら20年以上一緒の店舗だったっていうことになるけど、まあまあ、あり得るっちゃあり得るか。うん、うん。ですね。ということでございますね。なるほどなぁ、ということでございました。いう感じかな。まあ、他は特に、喋りたいことはほぼほぼ喋ったんで。まあ、あとはまたね、買ってきたよ、こんな本買ってきたよっていうのを、来週か再来週あたりにあげると思いますんで、どうぞよろしくお願いいたしますと。ということで、すいません。今日ね、本当にね、こういう回に限ってね、舌噛んで、めちゃくちゃ痛い状態なんでね、普段にも増して、両翼が悪くて申し訳ないんですが、こういう感じなところだったなということで、うん。とりあえず、今週は締めたいと思います。で、またちょっと次回に続くみたいな感じでね。まあ、来週行けなくても、ちょっとね、ちょっと、予定がどうなるかわからんもんで、ね、来週もしかしたら再来週ぐらいになるかもしれないですけど、まあ、必ずね、一回は行って、ちょっと、最後にね、ちょっと買ってきたいな。あとはスタッフさんもね、誰か残ってんのかな？誰か残ってんのかな？うちのね、もう20年経ってますからね、20年近く。辞めたのは2006年ですから、大学卒業して新卒でね、社会人になってっていうタイミングで辞めてるんで、うん。だから、誰か残ってんのかな？まあ、残ってても、こいつをね、忘れてる可能性は十分ありますし、なんなら記憶の外に追いやりたいタイプのナンバーワンの人間ですからね、っていうのはあったりしますけどね。というのは置いといて。まあ、そんな感じ。ちょっと行ってみて、ですね、というところでございますね。まあ、とりあえず今回はこんな感じで、まあ、皆さんもね、ぜひ、飽きになったわっていう方ね、いらっしゃったらね、もしかしたらね、うん、なぜだろう。誰か使ってそうかな。あ、あり得るな、ウイママか。
四日市で。あ、なんなら文具館なら本当にあるんじゃね？四日市でイラスト描いてるとかって言うんだったら、画材買うって言ったら、まあまあ、北西文具と、今なくないけど、北西文具さんか、宮脇さんか、まあ、それかまあ、どう考えても、迫力が圧倒的に強いですかね。文具館もあったし、あと、一昔前だったらベルシックって言ってね、そこのところで、その、コミック専門店だったんですけど、画材とかもありましたからね。コピックとかね、そういうような取り扱いとかもあったんで、いうことを考えるとね、十分あり得るなんてことなんで、そういった思い出のところになってるかもしれない。わかりませんけど。まあ、とりあえず私の思い出はありますんで、また、閉店までに行ってみようかなと思います。最後くらいを聞きとく。ということでね、この動画はこれぐらいにしましていただきたいと思います。まあ、次回続くという形で。ご視聴ありがとうございました。